猫や犬を飼っていて、まあ、必ず困るのが毛問題ですよね。毛のないワンちゃん猫ちゃんの場合はいいんですが、たくさんのワンちゃん猫ちゃん毛がふさふさでございます。まあ、それが魅力なんですけれども、クッションやお布団とかソファーについた毛どうしてますか？私は重度の猫アレルギーもありますので、毛はいつもきれいになくしておきたいんですよね。ゴムのついた手袋みたいなちょっと高級品もあるかと思うんですが、私はちょっとお安くやりたいなと思う派なので、今日は一つヒントを差し上げたいと思います。30年猫を飼っておりまして、重度の猫アレルギー、マスクはつけておいて、いただきたいと思います。私もマスクさせていただきます。用意するものは、まあ、マスクと、そして100円ショップでも買えるゴム手袋ですね。これいつも使ってるものを、あんまり綺麗じゃないんですけれども、持ってきてみました。これだけです。今日のために毛をたくさんつけてくれていたうちの猫たちがたくさん毛をつけてくる。今日のためにですよ。いつもは綺麗なんですよ。わー、すごいですね。この毛を綺麗にします。見えますか？まあ、ゴム手袋っていうのは、つまりこのクッションなどと自分の手との間に摩擦を作ってくれるんですね。ですから濡れた雑巾なんかでもいいんですが、この方がまあ手軽ですよね。じゃあちょっとやってみます。見えますかね？ほら、もう一発でほら全然綺麗になっちゃうんですよね。ほら見てごらん、ほら見てごらん、こんなに取れるんですよね。ほら、だからもう10回ぐらい擦ったでしょうか。それで綺麗になりました。こんなに取れましたよ、一発です。ついでにやってよ。2、3回でもう綺麗になるんですよね。裏と表を使うとさらにいいかもしれません。よいしょ、よし、ここかな。あとは洗濯はしますけどね。でも洗濯の回数だって減りそうですよね。このまま天日干ししたらいいですかね。はーい、たった1分ぐらいの間にこんなに取れました。ゴム手袋すごく使えます。キャットタワーなんかもこれでこすれば、まあまあ綺麗になりますので、やってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。推進、あとこれをですね、猫の毛をこうやってゆっくり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 ゆーふわふわですね、ゆっくり混ぜると、混ぜるというか、こうぐる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 していくとですね、これポイントはゆっくりやることです。急いじゃダメです。でぐるぐるしていくと、今こんな感じ、ちょっとだけ力入れていきます。できたできた、こんなもんかな。じゃん、毛玉ボールができました。これで猫が遊びますので遊んでみてください。毛玉